今日はね2曲だけだったんですけど来てくださってて嬉しかったです。ありがとう、かわいい、嬉しいです。ちょっと平成 AKB 平成ギャルアイドル、あ、可愛かった、嬉しいです、ありがとう。お疲れ様です。今日は本当にね、今日はねあれでしたね、くるくるちょっと不運な日でした。本当カバンも置き忘れてきちゃったり、確かにシュシュつけたら可愛い、つけたい、カバンも置き忘れたり階段でこけたり、新幹線、まあそれはまあくるくるあんま関係ないけど新幹線も遅延しちゃってて、あ、やっぱり目が、そういう日もある、明日があるさ、明日がある、そう新幹線、そう役年並みな不運、いやまあ実際今後役だから、まあ後役、あ、前でも切った、分かった、ちょっと自分で切っちゃった、短くなってお恥ずかしい、もっとこれくらいが良かった、これくらいしてる、てか前髪の量増えた気がする、てか美容院行きたい、あと役一緒じゃん、一緒か、あ、怪我はなかった、怪我は大丈夫だったんだけど、うわ確かに大きいリボンも合いそう、髪が、そらさん手つないだよ、でさっきお家帰ってきてね、あのくるくる桜坂さんの生写真買ってたんですよ、それが届いてて、なんか開封してたらお母さんになんか幸せそうな顔してるねって言われた、お疲れお疲れ、やっほーやっほー、ねえこの毛何、この毛何、串カツ、明日2時間目、お、よろしくるくるです、よろしく、嬉しい、待ってますよ、ちょっともう外そう、今日はピン少ないのでね、ちょっとあれですね、もう頭が痛い、あの突っ張りで頭が、あ、スクショした方が良かったかな、よいしょ、2本でした今日は、今日は2本でした、あ、イケメン、嬉しいですね、推し活か串カツか、ちょっとうまいこと言う、痛い痛い、あ、明日はちょっと攻めた織姫ですね、ちょっと攻めた感じの織姫になりますね、
くの前、嬉しい。わかった、インスタのストーリーに載せとる。え、ふう、手が、あ、ありがとう、こちらこそ。あれ、そう、見て書いた。そう。あれですね、模写。模写ってやつですね。くるくるの得意な。特技、今も入れてるっけ？くるくる、今特技入れてるか分かんないけど。クルクがもともと特技にしてた模写ですね。逆サイドクルクやったカメコできてよかった。え、ね、ありがとう。で、今日カメコあるの知らなかった、クルクル。知らなかった。神手側から見てました。お、ありがとう、神手から。やばいやばい。こんな髪で。ケメコ、ケメコ載せました。見たよ、ありがとう、本当に嬉しかった。心の目で見てました。お、ありがとう、心の目。あ、終わった、終わったよ、私の髪は。めっちゃ固めてるからさ、そういうなんかビジュアル系バンドみたいな。カリンさんに死にかってきて、オケだって言って、あ、そうだったんじゃ。嬉しかったよ。ありがとう、撮ってくれて。カメラ持ってきとったん？すごい。いいね。ちょっと明日はちょっと恒例ではないですね。明日は久しぶりに自分でセットしないといけないので、終わった。終わった、くるくる。え、森髪似合いそう？こういう。大阪楽しかったです。髪型が良かった。お、ありがとう、嬉しい、来てくれて。ありがとう。また、また会おうね。いや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 。くるくる自分で髪負けないんよ。7月20日の花だれ、お、ありがとう。いいな、握手。ねえ、この今日の髪型よかった、ありがとう。これはどう、これは今のは。目の釣りがなくなった。嬉しい。え、そう、実験失敗したみたいになってる、本当に。本当に本当に。明日ね、久しぶり緊張するよね、ちょっとね。今日ちょっと短めにしようかな。最前列、お！わかったよ。ありがとう。ありがとう。
めっちゃいい位置の。あ、いい位置だよ。あ、いいね。え、雨大丈夫？雨。東京。あ、くるくるのセンス買いました。あ、ありがとう。嬉しい。センスいいねって。新幹線大変だった。休む。初めての、確かに初めて緊張するね。確かに。楽しみやで。くるくる大人いるけですよ。ほんと？ほんとですか？初オンライン1時間目少しだけ探す。ありがとう！嬉しい。待ってるよ。そう。オンライン、不安なんですよ、いつも。セブン頑張って撮ってる。でも多分頑張って撮ってるけど、多分人より撮れてないっていう。負の連鎖。あ、負の連鎖じゃない。負。明日始めまして行けんの嬉しい。お、会場も来たけど。え、嬉しい、くるくるも。もう、オンラインでも、超絶幸せにしますので。待ってるね。ありがとう。可愛い髪型。お、ほんと？お姉さんが出てる。お、嬉しい。今日やばかった。ちょっと37度ってどういうことみたいな。37度、あの、大阪さ、なんかさ、あの、気温がさ、新大阪駅、気温が表示されとるモニターみたいなのあるじゃん。ふとさ、あれを見た瞬間にさ、37度って書いてあってさ、え？ 37?みたいな。びっくりした。普通に。屋内でも熱中症なるんじゃ、気をつけんといけん。確かに、オンラインはね、切れるタイミングむずいよね。目の前に落雷。気をつけて、気をつけて。お、明日チューズ参加します。嬉しい、嬉しい、嬉しい。待っとるよ。嬉しい、ほんとに。え、ほんと微熱。37度微熱。ね、会場室内だったのね、よかった、くるくる。クロマト41度、やばい、やばい、やばい。41だ、もう終わりじゃん。あ、去年七夕オープニングアクトだったんか。ほい。ほい。あ、そうじゃん。公園でさ、短冊貼っとったわ。くるくるし、めっちゃ書いたんよ。短冊めっちゃ書いたの貼ったわ。マイカー公演だったっけな。当たりの時間、多分、半日平田やばい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 。そう。3時間目ありがとう。来なかったら察して。え、どういうことどういうこと、寝坊みたいな。そう、どういうこと。でも待ってるよん、待ってるよん。夢時間の振り全くせず申し訳ありませんでした。え、全然カメラ。でもくるくるはそっちよりそのカメラを別の人の方にいっぱい向けてたのが、まあ、ちょっとんって思ったね。んって川崎のリベ暑かったね。確かにリリベ以来か、お話は。楽しみやで。あ、でも、あ、じゃあ幕張以来か。楽しみ。勝手な生写真、ランダム、ランダム。くるくるはランダムで生きてるんですよね。ランダムで生きてる。結構ランダムで生きてる。私、個人、個別生写真買うよりランダム買う方が好きなんですよ。変わってるかもしれない。川崎は灼熱すぎて、いやもう本当に焦げた。っていうかみんななんか あの赤くなってて、日焼けで心配だった本当に。
灼熱よ。七夕の願いと誰が叶えてくれる。え、くるくる、彦星と、誰だっけ、彦星と織姫かと思っとったんじゃけど。寝坊しないように頑張ります。なるほど、くるくるが起こします。じゃあ、やばいやばい、音声入力でメール書いてるのか、やばい。今日疲れとって、そう、レッスンもあったんですよ。その2時間立ちっぱで待った後にレッスンで、あ、もうレッスン終わったと思ってメール打つとき、口で話した。あ、自分はまかりに行けなかったで、あ、なるほどね、そういう意味でね。嬉しい嬉しいよ、待っとるよ。リリーベ以来のまとめ出しも来てくれてありがとう。楽しみ。オンラインも結構好きなんよ、くるくる。結構ソランダムのワクワク感、そうっす。お疲れ様。え、チア見れなかった、見たかった。そう、ギャンブラーちょっと出ちゃう。ギャンブラー出ちゃう。もっとレッスンしろ。え、大丈夫だよ、めっちゃ入ってる。一曲に5時間とかかけてるから、最近。安心して。動画でも全然嬉しいよ。動画も嬉しいよ、本当に。謝らんで。あ、今夜も好き。ありがとう。メールが日々の活力。ありがとう。嬉しいよ。添えてくれて。頑張れ。あ、そうなん。ココアさんのあれなんじゃ。ね、確かに。オンラインはそう。周りのね、声がね。でも汗かかんかった、でも言って汗かかんかった。くるくるメールに癒されてる、ありがとう。破滅的、あ、ありがとう。これカメラがどこ見てるかも当たり前にわかるよ。当たり前だな、クラッカー。あ、今日からクルクメール、え、嬉しい。あ、今日からじゃない、今月から。今月から嬉しい、ありがとう。いい感じ。熱中症多分大丈夫だった。でも朝やばかった。朝めまいみたいな、めまいとちょっと吐き気がした。朝やばかった、今日の。あとなんか、うん、朝、あ、すっきりした、ありがとう。髪型。あ、朝から30度超えてたんだ、やばいね。もう8月もうこれ50度とかいくんじゃない。くるくるメール、くるくるが話しかけてる感じある。そうなんじゃ。なんか他のさ、人のメールがどんな感じかさ、そんなわかんないからさ。確かにそう言われてみたら、あ、自分はそこがいいのかと思って面白い。明日は何を話せばいいのか、今から、え、楽しみにしとくね。楽しみにしとく。明日はね、お、待っとるよ。で、これ以上熱くなったらほんと溶けちゃう。もはやもう溶けてる、くるくる、もうすでに。ね、スパーク注意せんといけん、ほんとに。お、7月20。ありがとう。やばい。ね、髪がもうこう、やばい。やばい。いつハート、ありがとう。
暑すぎてアイス毎日食べてる。え、そうだよね。アイス食べちゃうよね。今日も待ってる時暑すぎて、なんかさすがに暑すぎて、なんか マネージャーさんがアイスを買ってくださいました。あの駅にある自販機タイプのアイス31かな、買ってくださって食べました。さすがに暑すぎるって言って。木体ね、どうなんじゃろう、どうなんじゃろう、くるくる今んとこないけど、え、わかんない、セブンティーアイスかも、わかんない、え、セブンティーアイス何それ、あ、違う違う、あ、え、違う、ん、でも31ポッピングシャワーあった、ポッピングシャワー食べたから、コットンキャンディーとかあったから、ある、あれセブンティーアイスもある、それ、そう、くるくるはポッピングシャワー、ホッピングだっけ、ポッピン、ポッピングシャワー食べた。あ、みたらしだがつ、カレーかな、カレー、あ、そうなんじゃ、そう、仕事中にアイス食べた、わ、いいよいいよ、31そうそう、自販機あるらしい、え、新大阪だけな、これって僕たやのあずみんだっけ、多分普通にドーポジとかの問題だと思う、あの僕たい、そう31でした。あ、去年の2月末、え、めっちゃ最近じゃん、31来るかずっとあるかと思っとった、めっちゃ最近じゃん。新幹線停電閉じ込められた人は車内地獄だった、え、メンバーさん閉じ込められてましたよね、閉じ込められたとか言ったらあれだけど、メンバーさん乗ってましたよね、停電した新幹線なんか X で流れてきた、いや、くるくるはもうさ永遠の17歳、新大阪行くとき、え、探してみて、新大阪、くるくるたちが買ったのは、駅の、あ、もう、改札入った中だった。新大阪の改札入った中で買った。そう、探してみて。あ、そうそう、芸人さんの、芸人さんのメンバーさん。これむずいよね、これね。SC のメンバーかなと思ったら、違う、メンバーさんっていう、芸人の。芸人さんのメンバーさん。芸人さんのメンバーさん。あ、あ、やばいやばい、ギフト、ギフト。黒田花子、ハート。ハラシン。飲み物。カチカチアイスの自販機。何それ。夜逃げメタル。アワー、マックス星もハート。ね、午後一ね、食べた。36度。エグー。エグチーズバーガー。新幹線、夜はほぼ解消してました。お、待って、巻き込まれた方、お疲れ様です。もう本当に、お疲れ様ですですよ、もう本当に。みんな。スジロ短冊、ハンちゃん短冊してるハート、あ、そうそうそう、小ラジの小ラジのテイカアイス、小島さん結婚してありがとう、やらけくれとくね、新大阪の自販機が聖地になった、おもろいおもろい、ケータレンモスター、デミデミ短冊丸、あわー、冬だったからよかったけど、横浜新大阪に4時間、まいちゃん、短冊。眠たい度ゼロ。目バキバキなんだけど。もう。今日早く寝れるかな。今日もクルクルして選べなくて、タイガースのマスコットキャラしかアプリ。おもろいおもろいおもろい。それで。おもろい。待っとるよ。まる、ハート、だるま。あれ、ウインクして。あべっち、花。
明日この髪型の話からしたらくるくるお風呂入ってないことになるけど、いいの？のりしお短冊くれんばれました。くるくるがお風呂入ってない人みたいな。かしこ短冊お、次はインテックスね、インテックス大阪楽しみ。床で、くるくるもう最近毎日床で寝てるから、もう床以外の選択肢なくなった。普通にここ 1,2 ヶ月でくるくるが布団で寝たのって、東京行ってる時、あのお泊まり、お仕事でお泊まりしてホテル行った時だけですね。家だったら絶対床、オンラインやからお風呂入ってなくても大丈夫やで、そこでおもろい。くるくる明日これできたらさ、あ、くるくるお風呂入ってないってなるやん。はずいはずい。かしこハート、そろそろ配信終わって早く寝ように。いや、くるくる配信終わっても寝るの多分5時とかだから意味ないっていう、変わんない。今日結構くるくるしの方来てくださってた、嬉しかったです。ほんとペンライト、あ、ペンライトもなんか意外に見えてちょっと暗めだったのかな。でもうちわも見えた、もちろんうちわとペンライトと、嬉しかったです本当に。メイク短冊、床冷たいからわざと床寝てる。床自分で起きるために床で寝てる。あのくるくるは朝起きるのが苦手で、あの目覚ましも何も聞こえないので床で寝て無理やり目を起こす、目を覚ますで床で寝る。あと普通にあの布団で寝たらなんか体バキバキになっちゃって、逆に床で寝たらすっきり寝れることに気づいて床で寝てる。あ、でもあれはあるよ、マットみたいな、マットっていうか普通にリビングの、リビングに敷くようなマットが敷いてる。あ、そうそう、広島のおすすめは11日が3時間目で12時間2時間目、そう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 。好きなメンバーなら1日くらいお風呂入ってなくてもいいと思う。まあ確かに、まあ普通にくるくるおしめん、1週間お風呂入ってないですって言われても、まあ好きだから気にならんかもしれん。おしめん。でもくるくる寒いのは苦手だから、床でも布団かけて寝てるよ。5時5時5時。今日の亀子さん写真見て元気で、あ、いい連鎖、いい連鎖。そう、くるくる、ファンの方、嬉しかったです、本当に。嬉しかった。ペンライトも見えたし、うちわも見えたし、顔も見えました。顔も。え、そう、布団だと寝過ごしちゃう、そう。いや、くるくる、早く寝たらね、肌荒れしちゃう。ちょっとやばい、あの、信じてもらえないよね。信じてもらえないよこれは。でもくるくるは本当に早く寝たらニキビができちゃうので、ゆっくりで5時とかに最近寝てるんだけど、そうしたらニキビができなくなって、この前サーヤンさんに肌綺麗って褒められたのよ。めっちゃ嬉しくて、くるくる結構肌が結構あの荒れがちだったから、それがコンプレックスで悲しいたけだったんだけど、そのサーヤンさんに褒められてもう超嬉しくて、ちょっともう5時に寝ることにした。あ、やばいやばいやばい、ギフトギフト。ピンクはそのハート、海ぶどう、あわー、痛くならん体。あ、そうそうそう、ラグは敷いてある、そうそうそう。体操競技で捕まった、多分寝れる気がする。くるくる1週間もしなくて、やばいやばいやばい。あ、リアルは広島に行けない、大阪に全集中、ありがとう、嬉しい。くるくるタオルケットかな、これタオルケット、まだちょっと寒
笑っちゃった。あ、髪可愛いです。あ、ほんと嬉しい。そう、逆にそう、真逆なんよ。最近そう、歯の調子いいんよ。あ、綺麗？嬉しい。あ、ショート、ジャックショートスリーパーかもしれん。いや、普通逆。研究者はクルクルの体のメカニズム研究した方がいい。え、した方がいい、した方がいい。で、クルクル普通に、なんか、イモースでやっててさ、なんか健康診断みたいな企画やりたかったんよね。クルクルの体どうなってる？あ、今日めちゃくちゃ暑かったですね。熱中症大丈夫でしたか？あ、大丈夫でした。ありがとう。あ、ゆうか、今日も愛してるよ、ゆうか。あ、嬉しい。お酒？嬉しい。え、この言い方好きよ。嬉しい。愛してるよ、ゆうか。つかはんと、自分で起きる対策何対策？待って、これ、独特。え、そう、でも、多分、普通に寝坊して遅刻するか、床で寝て体痛いかだったら、もう全然もう体痛い選ぶけん。あ、ショートスリーパーなんかな。あ、話し方すぎ。嬉しい。あ、研究、あ、お願いします。あ、人間ドック。受けてみたいけど、なんかバリウムとかちょっと飲めない。飲めないです。あ、ジャックじゃなくて今日ショートスリーパー。そうなんかな。実はめっちゃ、ショートスリーパーなんかな。一時期寝違いひどかったから枕なし、え、一生くるくるもうめっちゃ肩こりひどくて、でも床で寝るようになってから、床結構最近ここ1ヶ月なんですけど、肩こらなくなったんよ、ほんとに。え、不眠耐久マジ強い。くるくる絶対年系強いよ。ナビチハト。おチハト。今日も愛してる床がいいの。あ、そうそう、嬉しいよ、嬉しい。広島リアルは11日が3時間目がおすすめで、12日が2時間目がおすすめで。そう、多分低い&硬いがあったのかもしれない。枕もいらん。すべてが一般の時にそう逆。いやね、ちょっとショッキング。え、マジマジ全然あるあるだと思う。木曜日人間ドック受けてきたついでに、かなり肩隠れてる空港聖地巡り。お、いいね、いいね、嬉しい嬉しい。あ、人間ドック受けたの？バリウム飲んだ？寝返り？あんま歌うんかもしれん。あ、ワイルド？ワイルドだぜ。あれからおすすめ外して買ってる。いや、嬉しいです。もう何時間目？嬉しい。あ、ワイルドな髪型。いや、そうなんや、もう今日もう本当にもう、この髪がもう、もうね、固めて、ムースとか使ってやってる。いや、くるくる本当に遅刻が怖いんですよ。遅刻恐怖症で、寝言が遅刻したことない、なさそうやけど、あるの。え？ないかも。STU 入って、めっちゃ初期？もう、1、2ヶ月ぐらい、あ、違う、3、3、4ヶ月か。3、4ヶ月ぐらいの時に、一回、なんか生写真の撮影かなんかで、寝坊したんですよ。30分くらい遅れちゃって、あ、もうそれで、もう恐怖症になって、遅刻恐怖症になって。だから、集合時間の15分前に集合場所にいないと、私怖くて、集合時間の15分前とかに公共交通機関まだ乗ってるとかって、くるくる、まあやばい、終わったって思う。終わったって思うから、15分前には、ちょっと現地着で、完全に現地着だから全然30分前とか着くことあるし、逆に迷惑。本当に恐怖症じゃけん、起きれるのが怖くて、でも起きれる自信ないから床で寝る。今月の間に行け、応援するけど、ちょっと頑張ってね、これ。バリウム。マニアレベルの寝坊。
間に合うはないかも。あ、でもなんか6時に起きようと思っとったのに6時半に起きてしまったとかはあるやん。そうなったらもう超急ぎでやるよね、準備。遅刻対策でオールあるあるある。レッスンとかオールしていく。夜覚えて寝たら起きれないと思ってオールしていった。え、やばいやば。その時だいたいくるくる行った時誰もいない集合場所。みほりんさんがいた時はみほりんさんがいた。レッスン上もそう、早くいる。2時間前には現地が、すごい今日ありがとう。現地入り、え、ほぼ一番くらい。たまになんかギリギリになるけど、ほぼ一番には暇つぶし。え、でもくるくる結構、あ、音楽聴くのが好きだから音楽聴いてたらもう一瞬で鼻歌歌ってしたらもう1時間ぐらい経ってるから何時間でも待ってちゃう。あ、まずハート手しなく短冊。家族の人は起こしてくれるんだけど、くるくるが家を出る時間と違うから、親が結構早く出るからタイミング合うときは起こしてくれるんだけど、だいたい一人だから起きるとき。ヘッシュあまーまさかず短冊あまさ会いたい。健康診断受けてな、受けたい。テシュの誰も恋しい短冊テシュのハート。起きる何分前から目覚まし30分前。ホテルの一人部屋、もう最近は電気つけっぱでテレビつけっぱで完全に布団に上がらずに足をそのこうベッドがあったら足を下ろしてこうやって寝る。できる、上半身だけ寝る。でマネージャーさんに自分が起きる時間を送って、この時間に私から LINE が来なかったら電話してくださいって言って、てけ集合場所に来ん、あ、寝坊しとるねじゃなくて、この時間に来るかが連絡するって言ったのに連絡が来てない、寝坊しとるで起こして集合時間に間に合うようにしとる。そのもし起きれんくてもで伝えとく。トイさんありがとう、嬉しい。これ待って、何タワーだっけ、これは短冊、あ、ちっちゃあの七夕タワー、七夕タワーありがとう。トイさん嬉しい、びっくりびっくり。え、最近そんなたくさん投げてくださって本当にありがとう、嬉しいです。しかも最近結構会えていて、くるくるは満足くるくるなんですよね。ありがとう、ちゃんと SNS も見てるよ。最近載せてくださってた、見たよ。本当にいつもありがとうね、これからもよろしくるくるだよ。ありがとうです、ありがとう、ありがとういさん、ありがとう。え、待つことは平気、コジ短冊でも寝ました。曲はもう本当にその時の気分の曲聞く。余裕持ちすぎて行動計画立てるから予定より遅く出たのに早く通知する。え、めっちゃわかる。くるくるもう10分ぐらい遅く、あ、10分家出るの遅くなったっつってもうなんか30分ぐらい早く通知する。え、そう、くるくるイヤホン忘れたらもうやばい。まさかずハート、スマホのアラーム、タセベ短冊
もうね、熟睡はもうね、いや、同部屋の子がおったら、その子に起こしてもらえるから、普通に寝る。一人部屋の時にそれを寝る。その寝方だと足むくむく。え、確かに冷静に考えたら足むくむくになるかもしれん。でも、早く起きる気、なんか足をこう揉んでる。もうね、熟睡。もう睡眠は、いかに、起きる、いかに、ちゃんと起きるため、起きるか、の、時間つぶしだと思ってる。怖すぎて、本当に。おすすめの浴衣グッズ、扇子。扇子。熟睡する日？何もない日は熟睡する。アラームとかけずに。おせぼもち短冊。あ、そう、満足るくる。満足るくる。黒島さんと主に千穂さん。え、千穂さんのなんか、手先、参考にさせていただいています。アラームもこだわり。でも定期的に変える。もう慣れて、もう聞こえなくなっちゃう。たくちゃん短冊。トニーハート。あ、くるくるもセンス、買ったよ。木彫りの鮭。かっこいい。寝坊の恐怖で眠りが浅い。夢見る。あ、怖い夢。だからもう、くるくる、寝るの本当に憂鬱で、なんで憂鬱かって言ったら起きないといけないから。寝たら起きないといけないから、寝たくないんですよ。だから、早く起きなくていい日の睡眠めっちゃ好き、逆に。深い？もらう。あ、じゃあ、朝早いから、間違えた。朝強いから起こしておけ。起こして、起こして。コージ、あわ、うち、会いたい。寝坊する夢は見んかもしれん。コージ、ハート、レッツ短冊。よいしょ、ハート。ウケる。ウケる。2メートルくらいありそうって、それ本気で言ってるのか。おもろい。2メートルあったらやばいじゃろ。めっちゃおもろい。2メートルから、え、もう、どっちどっち？ボケか、ボケか、その、本気かちょっとわからなくて。おもろい。カモカモかわいい。山高。ハート。伊豆。ハート。でも、くるくるも普通の生活にそろそろ戻さんといけんなと思うよね。普通の、え、普通の人って何時に寝るんだろう。くるくる、結構2時で早く寝たなと思うんだけど、昨日とか2時だったから、2時半か、昨日は。早く寝たなと思ったん、昨日。でもさ、あれじゃない？ 12 時とか寝る？みんな。やばい。なんかさ、もう格好つけてるとかじゃないんだよね。格好つけて、なんかちょっと、中二病みたいな感じで、私5時に寝るんだよね、じゃなくて、もう本当に。それぐらいにしか寝れない。アプローチ導入してから寝坊、え、それ親に言われた。私お母さんに言われて、アプローチつけたら振動するから起きれるよって言われて、ちょっと考えた。くるくるも結構いい。くるくるも出るかな。あ、普通そんなしないか。夏休み大学生レベル、え、やばい。え、くるくるして早いんよ。え、もう学生の時から2時とか3時だった。2時はすがに次の日やばいと思うレベル。思うんじゃ。あ、2時3時寝て6時。あ、くるくると同じような生活。今日調子悪いってあったけど、ね、早寝したから。待って、確かにくるくる今日朝からちょっと気分悪かったけど、早寝したからか。なるほど。7時間寝たから逆算してる。あ、ラッキーセブンいいね。あ、でもその逆算ある。くるくるもう4時間は寝たいって思う。あ、昼夜、夜ね。夜勤の人もいらっしゃるよね。うん、睡眠時間だいたい6、7時間がいいっていうね。寝る時間ってもったいない。え、わかるわかる。
次の日9時から働くなら2時まで。あ、なるほどね。え、まあ、確かに9時から働くだったら、もう9時出勤だったらさ、あれじゃん、準備もあるじゃん。時2時ね。うん、わかるわかる。え、それ1と7席くるくる。部屋が少し、ああ、確かにそれはちょっとあるかもしれん。タバコね。昨日ね。何時間閉めたらって寿命が短くなる。いや、くるくるはもういいんですよ。くるくるは短く太く行きたいんですよ。短く太く。ゴンチ、泡。山高、泡。授業中は、寝てた。山高、と。新幹線、なんか、大阪、なんか、寝なかった。行きは寝た。帰りは起きてた。え、人生の3分の1は睡眠ですってあったしね。ふん。全く寝ないのはやばい気がする。お、明日は、そう、明日はそう、くるくると話し会だから、そうそう。みんながちょっと寝坊したらあかんあかん。くるくるのショールームが終わったら、え、じゃあもうくるくるにかかってるってこと？寝る時間やばい責任重大。あ、6時間が理想なんじゃん。ね、ピンピンコロン、あ、なんか初めて聞いた。いいね、ピンピンコロン。そんなこと中目黒？ハート。今日は明日が楽しみ。7時間寝る。え、わかる。くるくんも結構明日なんかめっちゃ楽しみで、普通にめっちゃ寝ちゃうかも逆に。これやっぱ短冊チップ、短冊。でもお話し会の日は結構ずっとこう画面に向かって、まあ画面リアルでもそうだけど、話すから頭使うじゃん。こう人と会話するの、あの頭の回転早く、あの会話の受け答えで頭使うから、ちゃんとちょっと朝ごはん、お話し会の日は朝ごはん食べないとくるくるしちゃうから、明日は食べる。あ、明日ってか、まあ、最近食べていいけど、明日食べる。遠足前みたいに無駄に早起き、え、嬉しいよ。ストーリー姫。アリくん、ハート。ケイ。単独。明日初めて。そうか。嬉しい。楽しみ。ありがとう。明日初めましての方も多くて。嬉しいです、ほんとに。楽しいミートボールです。1時間目と2時間目は、おしましまらん。ぜひ。短冊書いてない。何書く今年は。短冊あるんかな、あの普通に会場に。ありそうよね。お、明日1時間目よろしく。くる、発想ない。お、よろしく。嬉しい嬉しい嬉しい。笹あるかな、ちょっと面白い。笹ね。笹の、あ、え、え、七草がゆって関係ないか。七夕関係ないか。七草がゆ、なんかさ、七夕ゼリーあったじゃん、学校の、小学校の給食。久しぶり、食べた。くるくる、ワンタン、アファー、ミラク、ハント、ワンタン、ハント。それも短冊。あ、正月か。え、普通に七草がゆ食べたい。七草がゆ食べたい。いつでもいいよね。葉っぱがないんかな。
え、そうそう、星が入ってるゼリーのやつ食べたい。頼もたゼリー懐かしいよね。ちなみにお疲れケンティ単独。お、タワレコのサイン嬉しい。そういっぱい行きたいね、いっぱい行きたい。タワレゼリー懐かしいよね。食べた。ワインの時なかったんで詳しく教えてください。え、実際くるくるもあんま覚えてないんだけどなんかね、青、え、青だったよね、色青で、なんか木、星が、星の形のなんか寒天みたいなのが入ってる。え、待ってる、クジハート、トンちゃん単独。トーマハート、ノリシオハート。え、七草五行やばいやばい、箱べらみたいな、全然わからん。どんくらいの大きさ、こんくらいって気がする。ふぅ、鍋子短冊、あくまばしばし短冊。え、懐かしいよね。味はなんか甘めの、え、わかる、ちょっと謎味、ちょっと謎味。え、インターネットショップで売られてるんだ。え、五行あるんじゃ、合ってる、あ、ある、あ、あるんだ五行、箱べらみたいな。じゃあ砂釣り五行、箱べら、なずなスナズリやばいちょっと面白いね、スナズリはありそうじゃない。ふぅ、あ、くるくる入ってた CD 嬉しい、ありがとう。あ、グリズリーってなんかグミだっけ。あ、鈴な鈴代。あ、仏の座。おっと。あ、そうそう。セリナズナ、ゴギオ、ハコベラ、仏の座、鈴な鈴代。え、なんかさ、順番あったよね。なんだっけな。ゴギオ、ハコベラ。ゴギオ、ハコベラの流れが、覚えてんよ。覚えてるんよ。ゴギオ、ハコベラの流れ覚えてるっけ。ゴギオ、ハコベラは続けて出てきた。なんか、合ってるか分からんけど、適当に言ったんじゃけど、さっき。合っとったけ。五行、ハコベラ。ん？なずな。なんかあったよね。なんか音楽みたいなのあったよね。あ、グリズリーは、クマか。七草がゆ、ほうれん草か人参。え、美味しそうなんだけど。超かわいい。あ、セーリー、ナズナ、五行、ハコベラ、三ズの C だけみたいなも。なんかもう流れ。セーリー、ナズナ、五行、ハコベラ、鈴の鈴代、仏の座じゃん。ちょっと。やばいやばい。え、ね、くるくるさ。眉毛増量したよね。思った、本当に。ちょっと、今日の写真を見て思ったんですよ。あれ、くるくる、なんか、眉毛増量したって思って、今日の夜引っこ抜こうって思ったんですよ。やっぱ、ちょっと引っこ抜くわ。あ、ジュゲームじゃ。サンズのなんとか、ジュゲームか。ジュゲーム、ジュゲーム、五個のすり切れ。かいわれ。みたいなね。パパル。あま。ワニガルかわいい。前に書いてるのかと思った。太めプライド持っていいの？
プライドをね、狼のプライドというふうに。不思議不思議。短冊、細めにした方がいい。これ前も聞いたよ、多分。前も言ったよね、くるくる。前も言ったよね。かくん、ハート。あ、鈴菜の株で鈴代が大根。そうなんじゃ。かよばれやばい。五行。ジュゲム、ジュゲム。いや、全然ね、いや、これ、そっとるし、切っとんよ。な、なんじゃろ。なんでなんじゃろ。とにかく何か出す姿勢もない。とりあえずそう。頭に出てきた言葉を言っていく。そんな急に増量するもん。え、じゃろ？え、なんか今日、今日特に、あ、こっち薄い。こっちなんか多い。あれ？一緒？あ、こっち薄いよね。え、これがいい、これがいい。カラカラ光の家具っていい？優しいよ、ほんとに。つるちゃん、ハント。つか、ハント。つぷ、ハント。え、ももくろさんあるよね？ジュゲーム。覚えるやつ。ちなみに、単独。太いと眉毛見てしまう。それはもう虜になってるってことだね。多分。黒田中ハート。書いてない、書いてない。ひらげっ、ひっくり返ったらちょっとおもろい。ひらだけちょっと引っこ抜かれてるかもしれない。あ、りりしい、いい？あ、すごい、待って、花。トマトもかわいい。東。東？だっけ、どっち？短冊。くるくる眉毛サロンに連れてってみた。ちょっと気になる。ちょっと気になる。見知り。うん。え、なんでも、あの、藤岡さんの、待って、藤岡さん、ミーツ、単独。ちょっと下の名前がわかんない。アンディ。あわ。藤岡さんの娘さん？藤岡さんの娘さん、眉毛太めですよね。あ、そう。藤岡弘さんの娘さん。ステラ、あわー。研究生の時のマカルメッセで前髪上げてもらってから眉毛のトリコになってる。嬉しい。ストメも、あま。昨日マイカットサロン行って、え？連れてって、連れてって。紹介、紹介。行っとんじゃん。すごい。あ、切れました。え、そう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 。三姉妹。かわいい。しかもなんか喋り方も上品で。こんにちは。みたいな。なんか、もうなんか、憧れる女性、みたいな。藤岡弘さんの教えで眉毛は絶対にいじっちゃダメ。あ、そうなんじゃ。マックス鹿島ハート。すみません、あわ。そうなんじゃね。藤岡弘さんの娘さん。すげえ、もう教えで、ダメって。眉毛？一緒じゃん。一緒じゃないけど。やばいやばい、ちょっと、今のやだ。くるちゃんも先生で憧れの女性。七七。眉毛切りたりしてるの。平、合ってる。ゆうなさんで、みたいで、切りた、あ、みたいでいいと思う。え、嬉しい。優しい。STI、ハート。あれちゃん。あわ、すまま、あわ。そういうとちょっとダサいみたいなイメージ？ダサかったら何なの？ダサかったらダメなの？って話ですね。ダサかったらダメなんですか？ダサいことは恥ずかしいんですか？黒島家教えない。教えはない。教えはない。ないないない。ないね。エジリン、単独。
すっごい完全に遺伝ですね、遺伝。エジに、あわん。あ、明日話しかやろう。え、来てくれるの嬉しい。待っとるよ。まさか、かわいい。とって。そうよ、コンプレックスもプラスに考えて、そうそうそう。個性で、個性で。カラシハート。細いと爽やかで顔シュッとしてて、いいよ。シュッとしてたら何なんですか？シュッとしたら何なんですか？リュウヤ短冊。あ、それってあなたの意見ですよね。え、なんだっけそれ。それって、あ、それってあなたの感想ですよねか。それってあなたの感想ですよ。あるよね、なんかね。そうそうそう。もう、補足しようと思ったらね、椅子立てできるんでね。椅子立てできるんで。増やしたくても増やせない、みんなは。くるくるは、もともとが多いから、いつだって、補足できちゃう。そう。価値観を押し付けるのは良くない。わすももちゃんと、歳、結婚してありがとう。嫌だけど、帰っとくね。あれですね。十人十色ってことで。まあ、多様性の時代なんでね。トシハート。お願いします。あ、増やしたいでも、眉毛眉毛。眉毛の話ね。眉毛の話ね。そう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 。なんかのきっかけでね。交差点の途中でってこう、気づいたら細くなってるかもしれんけん。最近全剃り流行ってるね、全剃り。全剃りして全部書くみたいな。あ、一番か、優しい。亡くなってから大したに気づくも、そうだね。そうだね。やっぱ可愛い。お茶とんくん。早く細くすればよかった。それはもうその時に、その時の話や。まあ、太い時代も良かったなって思う時が来る。くるくるだって前髪超重かったけど、まあ、あの時もあれはあれで、自分はいいと思ってたのが良かったなって思ったし、ブルースカイハート。あ、そうそう。あ、すごい！化身のきっかけは理屈ではなくて。ミポ眉毛太いといじられて、めっちゃ細くして、あ、そうなんじゃ！そうだったの？ミューポン。知らんかったわ。ちょっとちょっと。ミューポン。そう、のくるくるサンキちゃんにそう言われるから。サンキちゃんにも言われるから、眉毛。眉毛細くしようって。ハマー、単独、カウントシハート。ハマー、泡。あ、こけし台もよかった。ほんと？カラシハート。ハマー、泡。タラオ、短冊。床で出るんじゃなかったっていつかも。もうそれももうその時ですね。まあ、あの時は、まあ、必死にアイドルやってたから、まあ、よかったってことだよね。マックス菓子もハート。ねえ、おもろ。一緒、他のホワイトグループのこと一緒に仕事したら、お世話したいと思う。したことあるけど、思わなかったですね。これが結果です。ありがとうございます。一周して5年くらいにヘラメついてて、え？来ると思って、結構でも、最近もう結構前髪が増えてきて、悲しい時。え、ちょっともう前髪話、ちょっと疲れた時はやめて。やめよう。魚を短冊龍気圏あわっおせぼちかわいいそしたらあわそうでも最近戻ってきた前髪え新紙幣まだ見てないんよ銀行なんかさお金下ろしたら新紙幣なっとんかなって思ったけどまだなってなかったまだ出会えてないよ。もう出会ったみんな。クロックまだ見てない。いや、ヘルメット出てくるよ。
りーちゃん花束、ほっぺの話、いいよいいよ。え、首鳴ったの聞こえた？なるんよ、やばい、太くなっちゃうこれ。え、セブンのゴンチャ今日ちょっとカナオからもらったけど美味しかった。明日は織姫の、織姫の、あ、銀行で選んといけんのか、まだ見てないよね。トモハート、そう、まあ、くるくるも、まあ、一旦まだそのゆきちさん、福沢ゆきちさんと、あ、三人でいい、ちょっと一旦進めさせていただきたい。太郎、あわー、え、聞こえた？え、すごく首。ペイペイばかり現金全く使ってない。え、やっぱもうさ、今日の新大阪の、新大阪でマック行ったんですよ。もうマックはもう、キャッシュレスの時代なんですね。もう、で、現金派は、レジに並んで、キャッシュレスの人はもう、こう、タッチパネルで操作してやるんだったんだけど、もうこの、現金払いの人は後回しだった。だからくるくるはこう。で、ずっと待ってんだ。あ、もうキャッシュレスしないとって思った。え、今度飲もう。え、くるくるも、ちょっと今度は自分で買って飲む。あの、ゴンチャの、あの、セブンで売ってるやつ。そしたら、あまー。あ、そうそう、野口秀夫さんと樋口一葉さん。そう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 。ね！1000円と1万円で1のね、あれが違うんよね。びっくりした、この、ピッピーのやつね。おしえん、よく、よくない、よくない。あ、やばいやばい、コメントちょっと。よし、いっちゃった。現金派なんよ、まだ。カッティ、カッティ、ハート。ペペ使ってない。たまに使うけど使ってないね。リチャ、花。しまじゃん、こいつ、かわいい。北里さん見てないね。芝三郎さん。でもこの前、誰かと、誰だったっけな、誰かと、新しい新紙幣のメンバーさん、新紙幣のメンバーさんが、こう、それぞれ何をした人か、みんなでなんか思い出し会してた。え、フォント違うらしいよ。そう。サトシ、あまーん。ここ最近は現金さんのクアトロで、ワンドリンクのチケット買う。あ、そうなん、じゃあ、クアトロにさえ来とけば、こう現金、まだ触れる。それぐらいなんじゃ。今日ちょっと見かけて、ゴーちゃんのミルクティー飲んだとかって、あ、飲んだんじゃ。あ、美味しいよね。しかも甘くて。してら、甘っ。タピオカ飲みたくなった。え、飲もう飲もう。飲もう。ライブハウスも結構キャッシュレス。え、そうだよね。クルクもちょっと、そろそろやばいかなと思ってる。サンデーサイレンス。短冊。そう、メンバーさん。新メンバーさん、新紙幣のメンバーさんが完全キャッシュレスか、くるくる、もうそんなことなったらさ、やばいんだけど。2000冊見たことない。いや、え、やばいやばいやばい、55分やばいやばい。キャッシュレスの何がいいって、小銭じゃらじゃらならないところ、くるくるちょっとやばいんですよ。そこちょっとやろうかな。本当が違うのは目が不自由な人がそこだけ見て見分ける。え、それだったらめっちゃいいね。めっちゃいい、あれだね。改良？顔だけで帰り、やばいやばいやばい。これで、ね。明日、あ、お話しかいらっしゃるくる、待って待って。じゃあ告知、超一瞬の告知タイムすると、明日は7月7日で、オンライン話しかあります。ぜひ、お待ちしてます。1時間目と2時間目、おしましもあるんで、皆さんぜひ、お待ちしてます。3時間目もよろしくお願いします。明日は、織姫。ちょっと攻めた織姫です。待ってます。と、お話し会も再販中なので、ぜひお待ちしてます。お話し会。来てね。と、ですね。アイオン単独、オンライン、あ、よろしくね。こちらこそ。それでは、壇上。13位、小野正。ありがとう。12位、おせっぽい餅。ありがとう。11位、ヨハ。ありがとう。10位、トンちゃん。ありがとう。9位、アッキー。
キーありがとう、8位ステラありがとう、7位ワンタンありがとう、6位かしげまさきありがとう、5位トマトポありがとう、4位竹まつるありがとう、そう浴衣グッズはあと5分ぐらい、あと3分ぐらいか、3位ケータありがとう、2位クレンパありがとう、そして1位はドゥルル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 パーン、遠いさんありがとう、ありがとう、ありがとう、さんタワーもありがとう、本当にありがとう、皆さん今日も見てくださってありがとうございます、あ今日はイベントもありがとうございました、明日も頑張りましょう、頑張るっていうか明日は楽しみましょう、おやすみー。